こんにちは、ニッケです。今回作るのはミプラ。2022年9月下旬に発売された島田文兼アートワークスアルシアです。このキットは文兼氏の画集の表紙を飾ったキャラクターがことぶき屋よりフレームアームズガールシリーズの企画にてプラモデル化されました。発表されてからめちゃめちゃ楽しみにしていたキット、ニッケにしては珍しく予約して購入しました。早速開封して内容の確認をしていきます。あまり装備品がないキットなのでランナーの枚数はかなり少ないです。パーツ数も200以下と標準的なボリュームの FA ガールと比べて半分ほどといったところでしょうか。サクッと組めそうです。というわけで組み立ての工程に移ります。まずはざっとパーツを切り出してゲート跡の処理をしておきます。今回は元の質感を保ったまま仮組みしたいので、今はゲート跡の処理だけ済ませて表面処理は合わせ目を消すときにでもやっておきます。パーツの切り出しが終わりました。部位ごとにある程度仕分けております。お次は仮組みです。仮組みでは適度に割愛して構造の解説を交えつつ進めていきます。まずは脚部の組み立てから。細部の造形がしっかりしています。つま先が動くのはポーズに幅が出せるのでいいですね。足首に3つも可動箇所があるので足つきも良さそうです。ブーツのデザインがかっこいいです。膝は二重関節でゴムの裏に大きくくぼみが入っているので膝はかなり曲がります。解説を交えつつといったものの、構造がオーソドックスな素体メインのキットだから足で言うことはこれ以上なさそう。といったそばからこりゃすごい。このジョイントに角度がついたことで内ももの穴の位置が上がり、可動域は従来通りのままに付け根の露出が抑えられる工夫がされてます。まさに悪魔的発想。思わずカットインしちまったぜ。ショーツは別パーツ化されていますが、側面の細い部分は体に含まれ塗装されています。体のジョイントは FA ガールと同じ構造で、共用部分のボールジョイントは左右と上下の可動で、股関節も上下に動かすことができます。足を取り付けたら悪魔的発想を確認してみましょう。臀部はあらわであららって感じですが、内ももの穴は全然見えない。素晴らしい。腰の装備は可動箇所が多く、背面の 3mm 穴に接続する方式です。シースルーのサイドスカートも半透明のパーツでしっかり再現されています。腰の装備を取り付けると大事なところが絶妙な加減で尻尾に隠れて逆にそそられます。胸部はかなりパーツ分割がされています。紐や金具といった細かい部分の塗り分けは必要ですが、色の再現度は高いです。残りのパーツを淡々と取り付けていきます。胸部は程よいパーツ数で組み応えがあります。あえて何がとは言いませんが、けしからん、けしからんですぞ。感服ありがとうございます。思わず感謝の気持ちがあふれたところで腕部を組み立てていきます。腕は肩から下はメカか服の腕を選ぶことができます。ちょっとしたことですが、イラストの再現にとどまらない嬉しい配慮ですね。とりあえず仮組では箱絵と同じに、右はメカ腕、左は服の腕を取り付けようと思います。どちらの腕も肘が挟み込み式の関節とオーソドックスな作りになってます。服の腕はモコモコしたパーツを取り付けず肩に近づけです。メカ腕のキャラクターは数あれど、なぜだか鋼が錬金で等価交換的なキャラがちらつきました。武装類の組み立てはまるっと割愛して最後に頭部を組み立てていきます。装飾類のパーツがしっかり分割されています。不足してる色はありますが、見た目の印象は良さげです。後ろ髪の接続部が L 字のジョイントになっており、ちょいと動かせます。後ろ髪の正面に合わせ目がくっきり出るのですが、組み上げると胴体に隠れるので意外と目立ちません。表情はとりあえずイラストのものを取り付けておきました。逆まみったら仮組みの完了です。いやー、
なんとも可愛いですね。露出型で SF チックなミリタリーテイストに加え、猫要素にエルフ耳と属性てんこ盛り。これだけ盛り込んでまとまってるのは本当にすごいと思います。ことぶき屋の最新のキットだけあって造形がすこぶるいいです。特に胸からお腹にかけてのシルエットが素晴らしい。下乳の表現なんて神がかってます。もちろん装備類のディティールもしっかりしています。腰装備の兼ね合いか、お尻のボリュームは控えめです。そのせいか、これほど見事な判決なのに不思議とやらしさは感じられません。むしろ装備がある方が官能的ですらあります。外すと背中の3ミリ穴も気になりますからね。乾燥パーツと装備類を見ていきます。ハンドパーツはメカと服の腕にそれぞれ5パターンずつと合計20個もあります。大量です。表情はイラストのものに加え、微笑みと笑顔の3パターン。どれも可愛い表情なんだけれども、個人的に微笑みの表情は受け口に見えちゃって使いづらかったです。帽子は頭頂部のパーツを上下に付け替えることで外すこともできます。猫耳だけの状態も良いですね。首元のパーツは口元を覆うものとの選択式になってます。フィルタがついたマスクっぽくてかっこいいけれども、これが何かはわからない。ご存知の方がいたら教えてください。足とメカ腕状態の腕に3ミリ穴がついた差し替えパーツが付属しています。それと3ミリ穴は背中と腰、腰装備の後ろと両側面にもあるので拡張性も十分です。腰に装着するバックパックの箱は着脱式で、箱の背面にも3ミリ穴がついています。このミリタリー感あふれるデザインがツボです。日系的には下乳の次にポイント高いです。付属のマスクもなかなか秀逸で、フェイスパーツの側面にスリットが入っているため隙間なく装着することができます。ライフルは差し替えでストックの長さを変更できます。どちらも甲乙つけがたい、選べる贅沢です。サーベルは反りの入った肩派手さやから抜刀することができます。見栄えはしますが、この形であれば脳頭時の刃の向きは逆な気がします。細かいことはさておき、可動域が広いおかげで引き抜くポーズを無理なく取れます。この流れでポーズをつけて可動域を見ていきましょう。足首の可動箇所が多く、ブーツで足底が広いということもあって片足で自立できるほど足つきと安定性が抜群にいいです。股関節と胸腰部分の可動域が広く、前かがみや腰をひねるポーズも違和感なく取れます。肘の曲がりは110度ほどと FA ガール相当なのですが、肩がすごく回るので腕のポーズがつけやすいです。膝の可動も良好で、膝立ちもなんのその、これだけ腰を落としてるのにバシッと綺麗に決まります。なんといっても各関節のつなぎがものすごく自然です。これはちょっとした脅威ですよ。仮組でも少し触れましたが、特にデリケートラインが素晴らしい。ほとんど見えない。基本設計は FA ガールなんだけど、設計の細部が素晴らしく、可動と造形の良さが見事に両立されています。税込み5720円と装備が少ないキットの割にはちょいとお高めな値段設定かなとは思えなくもないですが、前述した内容に加え実質角川とのコラボみたいなものなので、その分上乗せされてると思えば納得のプライスです。お次は工作です。主に合わせ目の処理や塗装をするための下準備をしていきます。まずはアートハメの加工から。服腕の合わせ目を消すにあたり、袖口のダボをカットしてアートハメできるようにします。位置がずれることもなく保持力も十分。バックパックの箱の中心に合わせ目が出るので、留め具のようなパーツのダボをカットして3ミリ穴が開いた黒いパーツを後はめできるようにします。これまた切るだけの以下同分。上のパーツがちょいと緩くなりますが、多分塗膜をまとえばジャストフィットすると思います。ショーツの合わせ目を消すにあたり、胴体側のこのダボ穴を加工します。ダボ穴の下を削っていきます。ショーツの合わせ目は大して目立たないのでやらなくても良さげなアートハメなんだけれども、日系的には消さない選択肢はありません。このような形になりました。これでショーツをアートハメできるようになります。つけるときは前からパンツイン、外すときは後ろからパンツアウトします。体は接着する前にラッカーの薄め液を使ってショーツの塗装を落とします。
消さずに接着すると接着剤で塗膜が溶け出して色が移るのでしっかり落としておきます。肌パーツは ABS ですが、裏用の流し込みを使ってます。ショーツは位置がずれないように組んだまま接着してます。十分乾燥させたら削っていきます。なお他のパーツの合わせ目を消す作業は割愛します。 ABS は素材の配合比率によってはプラ用の接着剤じゃ全然くっつかないこともあるので、プラ用の接着剤を使いたい場合は不要なランナーで試してからやるのがいいかと思います。もうちょいやすりますが確認、良い感じの接着具合です。消しきれなかった合わせ目はパテで補修します。身につけるものにはラッカーパテ、今回出番がありませんでしたが、肌の補修には肌色のカラーパテを使っております。鞘の上下に入っている一直線の段落ちモールドが構造的に気持ち悪いので、前後の端だけモールドをパテで埋めておきます。最近瞬着系のパテはガイアのカラーパテばかり使ってます。硬化剤が必須なほど自然硬化がめちゃめちゃ遅いおかげで余裕を持って作業できるのが気に入っております。腰装備のスケスケスカートがボリューミーなので削って薄くします。クリアパーツにヤスリを当てると曇ってしまいますが、クリア塗料を拭けば細かな傷が埋まり透過度は戻るのでガシガシ削っております。半分くらい薄くしました。顔を開かなくても帽子が着脱できるように猫耳パーツに磁石を仕込みました。髪への干渉を避けてプラ棒で骨組みを作り、その中に磁石を入れて瞬着で固定しております。帽子の受け穴に3ミリの磁石をはめてます。こんな感じにピタリとくっつきます。さすがのネオジム磁石、これだけ振っても大丈夫、超楽々。あ、気を取り直して顔のタンポ印刷も塗装の邪魔になるのでラッカーの薄め液で剥がしておきます。こんな感じにしっかり落としました。受け口に見えるといった微笑みの表情を使ってちょいと遊びます。失敗してもマスクつけて口元隠せばいいの精神で口をカラーパテで埋めて整形し直します。顎を引いて見えるまで削り閉じた口にしてみました。表面処理とモールドの彫り直しを済ませパーツを洗浄しておきました。これで準備は万端。それでは塗装の工程に移ります。まずは肌の塗装から。最初にピンクサフにマルーンを少し足して赤みを強くした塗料をベタ塗りして下地を作ります。次に濃いめの肌色で奥まった部分を残してグラデをかけていきます。今回はキャラクターフレッシュの1と2を割った塗料を使ってます。下地を残す加減はこんな感じです。この上から明るい肌色をグラデをかけて乗せていきます。ここではキャラクターフレッシュ1にほんの少しホワイトを足した塗料を使ってます。先ほどの塗料をクリアで割ってグラデが出来すぎている部分を抑えていきます。濃すぎる部分に隠蔽力を落とした塗料を吹いて調整してます。こんな感じになりました。肌の塗装は塗り重ねることで陰影と血色感を表現しております。一旦質感を整えるのとこの後の工程のために光沢クリアでコートしておきました。テカテカです。お次は髪を塗っていきます。髪もピンク下地から塗装します。レドームをベースに調色した塗料で金髪にします。まずは奥まった部分と毛先に下地をほんのり残して中間色になる色をざっと塗っていきます。次にへこんだ部分に影となる色をざっくりと重ねていきます。水を染み込ませた研磨力のあるスポンジを使って出っ張った部分に塗料を落としておきます。このように上塗りを削ることで繊細なグラデがかかった髪が簡単に作れます。ここから中間色をクリアで割った塗料で上から下にグラデをかけて影をなじませます。最後に中間色よりも明度を上げた塗料でハイライトを入れておきます。今回のような凹凸がしっかり入っている髪はこんな感じに塗装してます。装備類の塗装はあまり解説することもないので駆け足気味に進めていきます。布など柔らかそうなものは下地の上に中間色をのせ明るい色でグラデをかけて塗装し、金属っぽいものはほぼベタ塗りです。塗り分けが必要なパーツはマスキングして塗装しておきます。塗り分けるパーツ量はさほど多くありませんが、曲線ばかりでマスク作業が結構面倒でした。
服と靴に入っているラインと留め具や金具といった細かい金属部分は筆で塗り分けしておきます。ラインはエアブラシで塗ってもよかったんですが、まず薬より楽なので我方で筆塗りしたって感じです。細かい金属部分はタミヤのアクリル塗料のゴールドで塗ってます。モールドにエナメル塗料を使って墨入れしておきます。はみ出したところはエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取り、メカ腕などのもろ金属部分にポーアーティストマーカーのシルバーをドライブラシ気味にかけて金属の質感を追加し、エッジも強調しておきます。この腕は義手というよりアームウォーマーの上にパワーアームを装着している想定で質感を入れてみました。お次はデカールです。せっかくのビプラなので瞳を張るところをピック。片目だけじゃバランスが取りづらいので位置決めは両目を乗せてからします。位置が決まったらコロコロして水分を抜きます。軟化剤を塗布して圧着しておきます。それとアルシアのデカールはちょいと柔らかかったため、軟化剤はマークソフターを水で希釈して使ってます。乾燥を挟んで光沢クリアでデカールを保護しておきます。次はメザリングマスターを使って顔にチークを入れていきます。表面がツルツルしてると色がのせにくいので、チークを入れたい部分の塗膜を番手の高いヤスリで軽く荒らしておきます。あとは頬にほんのり赤みがさすようにメザリングマスターのピーチ色をこすりつけていきます。こんな感じにほんのりです。最後にチークを定着させるのと質感を整える目的でクリア塗料でコートしました。眼球部分は光沢が欲しかったのでマスキングザルでマスクをかけてます。肌の質感はほんの少し光沢を混ぜたつや消しです。これで全ての工程が完了です。その他のパーツも素材に合わせたツヤのクリア塗料でコートしておきました。成形したフェイスパーツは市販のデカールを貼って瞳を変えてみたり、レビューで持たせた MSG の銃もついでに塗装しております。あとはフェイスを取り付けて帽子をびしりと乗せれば完成です。 Something about you feels so different Yeah, you mess me up inside It's like your energy was kissing my soul back to life was livingLife out here, I scream and it goes silent今回は島田文兼アートワークスアルシアを作りました。いつもより詳しくレビューをしてしまったほどにこのキットがめちゃくちゃ気に入りました。ミリタリー色の強いデザインが大好物だからこういった系統のリプラ守って出てほしい。ニックの思考はさておき、万人におすすめできる良キットだと思います。ご視聴ありがとうございました。